ズーは、オツイッチの2002年の短編小説。また、それを表題とする短編集。集英社から単行本、文庫がそれぞれ刊行されている。2005年には、飾りと、よ子、セブン・リュームス、S ・オ・ファーソ、ファー、ひだまりの歌、ズーの5編が映画化された。飾りとよ子は、一覧性の双子。しかし、妹の飾りは母から可愛がられるが、 姉の陽子は母から虐待を受けている。ある日、麻生という迷子の犬を見つけ、飼い主の鈴木家へ行ったところ、白髪の老人、鈴木さんに気に入られ、もてなされる。次の日も鈴木家へ行き、鈴木家の本を借りることになったが、借りた本が母に見つかってしまい、取り上げられてしまった。目覚めると、わしは包丁が刺さって血だらけだった。 わしは十年前の交通事故のせいで痛みを感じる機能が脳からなくなっていたのだ。そういう時のために、老医者のおもじ先生に輸血用の血液が入った黒いカバンを預けておいたのだが、そのカバンがなくなっているという。長男の長尾、次男の次ぐを、わしの妻の妻子たちは、わしの遺産を狙って、競うように血液を探し始めた。 私は、ある男性の世話役として作られた。男性との二人っきりの暮らし、自分をロボットだと割り切って過ごしていた私の中に、やがてある変化が訪れた。とある日から父には、母が、母には、父が見えないという。どうやら父の世界では、母は死に、母の世界では、父は、死んでいるらしかった。僕には両方見えているので、父と母の世界をつなぎとめようとするが、 だんだん世界がかけ離れていく。少女時代、馬小屋で暮らした私は、馬に顔をつぶされ、顔が凹んでいる。馬小屋の壁は、人の顔にも見えた。それで私はそれを作ろうと深夜の街に出かけて行った。そして人を殺して、死体で家を建てた。家は冷たくて白かった。完成したある日、とある少女が訪ねてきた。ある日、突然、言霊を支配する能力を手に入れた。 僕、サボテンをペットだと母に思い込ませたりなどやりたい放題をするが、すべてが嫌になった僕は首が落ちるというとんでもない言霊を発してしまった。俺の家に届けられるある女性の死体写真。写真をパソコンに取り込んで連続再生させると一人の女性が不乱し白骨化するまでの映像が現れた。ここに映ってるのは 俺の恋人だ。なぜこうなったのか。俺は必死に記憶をたどり閉鎖された動物園を訪れる。姉と共に窓もない四角形の部屋に閉じ込められた僕。その部屋には幅50センチメートルほどの溝が右から左に床の中央部分をまっすぐ貫いて通っている。僕はその溝を使って移動し、他にも閉じ込められている人を見つける。 女性ばかりが監禁されており、部屋は全部で7部屋あるようだ。ここから僕の情報収集が始まる。ある男を殺し、自殺するために乗った飛行機がエンジン部長で墜落開始。落ちる飛行機の中で様々な思いが交錯する。単行本番、ズーには収録されておらず、おツイッチの公式サイトでフラッシュとして公開されていた。 超短編小説を文庫版に収録したもの。右は書室文庫版の図1は映画化された短編を収録している、東映ビデオの映像ブランド、シネは 4U の第一弾として2005年3月19日に公開。同年3月7日から3月18日まで、ヤフージャパンにおいて、ヤフービー BB、y ー h o o p r e 会員限定で、SO Furso, f ァーが、 無料先行配信された後、同年3月19日から5月27日まで、有料ストリーミング配信された。同年8月5日に、DVD が発売された。飾りと、陽子、セブンルームス、S.O. ファーソ、パー、ひだまりの歌、ズーの語編を映画化。ひだまりの歌はアニメーション、タワ実写。2 0 0年に、原作、おついち、作画、やなりきひさで、 週刊ヤングジャンプ像館漫画はにて連載された。同年12月に集英社からハードカバーの単行本が刊行された。ありがとうございます。